水野健一は日本の政治家、元参議院議員、みんなの党幹事長、政策調査会長、参議院国会対策委員長、法務副大臣、外務大臣政務官、衆議院環境委員長、衆議院議員等を歴任した、建設大臣や通商産業大臣、経済企画長長官を務めた元衆議院議員の中尾栄一はジップ、自由民主党総務会長や、 総務長長官を務めた元衆議院議員の水野、清は養父、イボ兄弟の兄中尾礼一は株式会社、JNS の代表取締役を務めていた。東京都港区生まれ。麻布中学校、高等学校、早稲田大学政治経済学部卒業。アメリカ合衆国のアルゴア上院議員事務所への留学を経て、養父、水野清衆議院議員の秘書を務める。 1996年、第41回衆議院議員総選挙に、千葉9区から自由民主党公認で出馬。選挙区内の出身である読売巨人軍監督の長島茂雄からも支援を受けたが、新進党公認の実川幸雄に敗れ、落選。超福立候補していた比例南関東ブロックでも、辞典に終わった。1999年、石橋和也の死去に伴う、 繰り上げ当選により、初当選した。当選後間もなく、心卒会の旗揚げに参加した。なお、同会は、水野の実父中尾英一も所属していた、政策科学研究所から、多数の国会議員が、分離独立する形で結成された。2000年の、第42回衆議院議員総選挙では、再度千葉9区から、自民党公認で出馬し、再選。なお、 前回千葉9区で当選した実川幸男は新進党回党後自民党に入党していたためコスタリカ方式により実川は比例南関東ブロックから出馬した2003年の第43回衆議院議員総選挙2005年の第44回衆議院議員総選挙でも千葉9区で当選2001年自由民主党青年局長に就任2002年 第一次、小泉内閣で外務大臣政務官に任命されたが、同年の台湾訪問を拒否されたため、8月25日に辞任した。その際、外務省の対中迎合姿勢、ことなかれ、主義を激しく批判した。2005年、郵勢解散の翌日に所属していた、志卒会を離脱。なお水野は、郵勢民営化に反対した志卒会会長の、 亀井静香のニューディーラー的な経済政策を亀井が自民党を離党する以前から批判していた。2006年、安倍内閣で法務副大臣に任命された。2008年、衆議院環境委員長に就任。2009年の第45回衆議院議員総選挙に自民党公認で千葉九区から出馬したが、民主党公認の奥野総一郎に敗れ。 比例復活もならず落選した。2010年4月、自民党に離党届を提出。みんなの党に入党し、同年7月の第22回参議院議員、通常選挙に同党公認で千葉県選挙区から出馬。同区再開で当選し、国政に復帰した。選挙後、みんなの党幹事長代理及び参議院、国会対策委員長に就任。 なお8月4日、自民党は水野が提出した離党届を受理せず、除名処分を決定した。2013年8月、党役員人事で、枝田次が幹事長を事実上更迭され、公認に浅尾慶一郎政策調査会長が就任。浅尾の公認に水野が起用され、参議院国会対策委員長に留任。2014年4月、渡辺義美が、 DHC から借用金8億円を受け取っていた問題を受けて党代表を辞任。公認に幹事長の浅尾慶一郎が選出され、浅尾の公認の幹事長に水野が起用された。同年12月、参議院の会派、みんなの党に所属していた松田孝太ら6名が新たな会派、日本を元気にする会の設立に伴い離脱したのに、合わせて会派名を 無所属クラブに改めた。無所属クラブには、水野、中西健次薬師寺道代渡辺道太郎が入会し、会派代表には水野がついた。2015年12月4日に、水野は参議院事務局に対し会派、無所属クラブの離脱を届けで、同日民主党の参議院会派である、民主党、新緑風会の参議院議員総会で、水野が、 党籍無所属のママ会派に入会することが承認された。2016年3月27日に民進党が決闘されると合流した。2016年7月の第24回参議院、議員通常選挙で落選。ありがとうございます。